はい、今回はね、サブアカのミストシャドウゲットやっていきたいと思います。結構特攻も増えてね、バイモラエール Y、これも前回のガシャでね、各アカウントゲットしたんで、ちょっとそのね、69万削ったら、Y ポイントどんぐらいもらえるかっていうのもね、やりたいと思います。で、いつもね、3アカウントお見せしてるんですが、打つところね、フルパワー。今回はね、69万でかなりすごいので、各アカウントはね、別のスマホから追撃するって形でね、現状だけね、お伝えしようと思います。超力の腕輪と鉄壁のお守りっていうのは検証できなくて残念なんだが、まあ、そこはちょっと他の人にね、お任せしたいと思います。攻撃力150アップと、ヒットポイント350アップ、どんぐらいすげえのかね。まあでも50連するとコラボキャラゲット確実にできるんでね、今おすすめかなと思います。じゃあ、スタンプ。このね、バイモラエルワイ。これをね、検証したいと思います。一応、現在の状況はこれメインアカウントで、ブラックアーミー46回で、ビッグブラックはね、9回です。学園コインはね、ビッグブラックと、花子さんだったな。狂乱の花子さんか。で、元気ドリンクは16個です。3個、3個、4個って使ったかな。7、8、9はね。で、10個使ってます。で、ドロップはね、17個ドロップしたかな。はい。まだ16個残ってます。9クリアしたけどね。はい。じゃあ、3番目のアカウントをお見せします。はい。これが3番目のアカウントでね、前回、ゴロミちゃんをゲットしたので、特攻ね、2個でやりたいと思ってます。なので、メインアカウント特攻3個、サブアカ、今回やるサブアカ3個、このアカウント2個ということでね、特攻8体で、69万削りたいと思います。で、ブラックアーミー40回で、ここはね、まだビッグブラック6回で、3番目はね。で、元気ドリンクは一番落ちたアカウントで、27個になってますので、18個ね、ドロップですね。まだ1回も使ってないんでね、9個交換です。で、後で説明するけど、メインアカ、今回やるね、2番目のアカウントは12個ドロップで、今のところね、47個ドロップですね。モンストコラボの52個、FF コラボの50個。まあ、暴走円満の時は42個だったんで、まあ今回ね、まあまあ落ちるかなと。ラスト5日でね、最高記録更新したいなと思ってます。はい。はい、そしたらね、今回やるね、2番目のアカウント来ました。前回の動画でね、ワイルドボーイゲットできたんですけどね、ちょっとレベル50はね、ワイポイントがなくて、この辺、上を開けれてないんですけど、技レベルはね、4です。ちょっと改めてね、ゴロミちゃんが技レベル5、スキルとかあれかな。で、シュラコマが技レベル2、まあ、サブアカだからこの辺しょうがないんだけどね、スキルが3、そしてワイルドボーイね、スキル1、うい。G が3まで上げました。ぶっ込みました。そして、花子さん技レベル6です。これね、まあもう1個出るって想定しなかったからね、花子さんに結構ぶっ込んじゃいました。そして、覚醒魔ということでね、まあ、スキルがね、マックスになってます。ということで、こんなメンバーで、バイモラエル Y をね、使い忘れないように。さあ、じゃあ行きましょう。69万。処理。来ましたね。69万9000。もう70万ですね。じゃあやっていきましょう。一応、バイモラエル Y をもらって、いやー、間に合うか。片手でね、違うスマホを持って、このスマホとね、ダブルでね、やりたいと思います。元気ドリンク12個です。ドロップが11個かな。じゃあ、バイモラエールを使って、よし。じゃあ、やっていきたいと思います。ふう。片手にね、いやー、緊張すんな。間に合うかな。12個だから13発ね、打てますね。今スマホ2台並べて本当はやってますよいしょ。ゴロミちゃん、まあ、今回ね、最終日になんかいろいろ5日間もね、超アップがあるっていうね、なんか超アップっていうか
イベント妖怪が剣豪ベニュアル復刻来なかったね。さあパーフェクトが無理です、これは残念。まあちょっとこの辺の運もね必要かなと、若干やりづらいな。よいしょ、今ねスマホ並べて2台音体やってます。2台映せればいいのね、パソコンとかであれば映せるのかな。まああのお助け企画とかやるときはね、いつもこんな風につって見えないと思うけど、並べてね一気にやっちゃうということで、まあね今回元気ドリンクドロップで思ったんですけど、ほんとねやっぱねお助け企画やったわけでね、この3アカウントね持ってると思うんですけど、結構1人のフレンドに対して3アカウント全員フレンドになってるねことが多くて、あこれね今隣でやってるんで、こうやってダメージがどんどん入っていく感じになっていきます。 Y ポイントいいね、408ポイントゲット。さあ行きましょう、どんどん。これね自分のアカウントだけでも攻略してやるぜということでやっています。片方のアカウントはもう一個のサブアカに今切り替えながらやってます。よいしょ。一応今回はメインアカウントが3体ねで、この今のサブアカが特攻が3体かね、ゴロミちゃん、ワイルドボーイね、そして、花子さんとね。やった、これがマックスですね、技レベル4でマックスでどんぐらいいく。あーかすっちゃった、56000、こんなもんか。技レベル4でこうなるから、もう最近のプニプニはもうあれですね、技レベル超重要ですね。まあ昔からそうだけど、かなり、うん、さあかなり削ってきたよ。2周目、よいしょ。もうね今ねスマホを2台並べながら削ってます。次のねもう一発撃った時に多分隣のアカウントね様子が見れると思うので、それであれかな、3番目のアカウントはゴロミちゃんと花子さんということでね。うん、ワイルドボーイが今回2体引けたのはでかいね。ワイルドボーイね今後もすごい役に立つからね。さあもう3発目、まあ69万だから単純に5万の火力だったら14発必要なんだよね。だから今回12個だから、うん、結構単発でやったらねギリギリだけど、3アカ使えばねなんとかなるかなと思います。じゃああとは火力調整でメインアカウントだけ待機して、あとはこのアカウントだけやるっていうね口で喋っててもわけわかんないかなあー外しちゃった、もったいないことした、ちょっと緊張しちゃいましたね。まだ半分削れてないのか。一応これでいけるところまで行って、うん、ダメそうだったらまたねメインアカウントを元気ドリンク使ってお助けしたいなと思います。とりあえず今ね他の2アカウントは元気ドリンクなしでフルパワー1発ずつでお手伝いするって形にしています。さあこれここで入ったかな、3番目のアカウントの1発が入ったと思います。6万、かなりいいね、これはいけそうだな。3万4000のフォローがあって、まあ2アカウント10万のフォローがあれば結構いくな。うん、なんでちょっとこのまま突き進んじゃおうかなと思います。はい、4発目はねこんな感じでした。うん、思ったより特攻が増えたんでね、想定よりいけそうな感じができてますね。はい、じゃあどんどん行きましょう。9発ね、
もうちょっとこのまま行っちゃおうかな。どうだろう。29万だからあと5発ぐらいかな。まあこんな感じでやってますね。はい、じゃあちょっとカットします。はい、そしたらね5発目かな、終わりました。結構時間余ってんな。結構時間余ってますね。ワイポイント稼ぎをしたいな。ちょっととりあえず20万、まだこのままいきましょうかな。ちょっと後で一回刻もうかなと思います。刻んだ方がいい。結構あれだね、やっぱ特攻3体ってすごいな。特攻今回最後ゴロミちゃん増えた分で、いやゴロミちゃんじゃねえ、ワイルドボーイ増えた分でかなりいってますね。なのでやっぱちょっと今回イベント難しそうなイベント結構ガシャ出やすいんだよな。なので毎回のガシャで10連ずつ出しましたけど、まあまあ良かったかもしれないですね。今回特攻がトータル8体だからね。ゴロミちゃんとワイルドボーイね、同じ不思議で相性もいいんでね、非常にいい感じですね。15万、14万だから時間は足りそうだね。時間全然足りるな。14万ですね。ちょっと心配、あと20分もあるな。ちょっとあと20分あるんでワイポイント稼ぎしたいかなと思います。ちょっとねこのターンは10で刻みたいと思います。はい、そしたら今10で刻んでてね、ミッション来てんですけど、いややっぱ私ね特攻2体で想定してたんで、2体だと5万いかない、4万から5万ちょいぐらいなんだよね。だから3体、今回昨日のガシャで3体になるとそれに1万5000ぐらいかかるか、やっぱアベレージ6万になるから、特攻3体いるとかなりやりやすくなるね。まあ正直特攻2体想定の元気ドリンクは残してたんだけど、特攻3体で、しかもちょっとこれはワイポイント稼ぎはこの本番でやるよりも残しといて、やった方がいいなって感じだね。はい、10で刻んだ方がいいような気がしています。だから残しといて本番で使うよりは後で使った方が良かったですね。はい、じゃあちょっと刻みをやります。まだ16分あります。はい、そしたらねだいぶ刻みました。刻んだ回数10回ぐらいかな。2ドリンク分刻みでやりましたね。ということで1万6000まで刻んだ、あと3分しかなくなっちゃったんでちょっともったいないけどフルパワーでいこうかなと思います。ちょっと間に合わないんでね、あと2発、まあギリギリ打てるっちゃ打てるけど、まあそこまでリスクを負わなくてもいいかな。ワイポイントもねかなり増えまして、この前のガシャ分ね黒字になりましたね。じゃあラスト1万6000をフルパワーでいっちゃいましょう。 5個か12個だったか、12、11、19、8、7、6、5、8発、8個使いましたね。8個使って、まあ実質9発かな。大きな枠で元気9発分かな。これはちょっと倍もらえる、でかいですね。これ、ガシャ引いて黒字になれましたね。黒字でワイルドボーイゲットできたんで、かなり。いいガシャなんじゃないですかね。黒字に持ってけますね。だから実質無料の実質無料のガシャできるかな。さあこれミッション行けばクリアかな。あーかっこ悪いけど一応ミッションクリア。
はい、ということでね、ちょっとなんか最後もったいなかったけど、ゲットしました。ゲットじゃなくてクリアしました。はい、やっぱ3体はでかいね。2体で結構元気ドリンクフルフルかなと思ってたんですけど、ちょっと想定あれで。おお、いいね。ラストはこんなにもらえますということで、5800か。447からスタートしたから5000、うん、まあ1回でね5000は稼げるのでいいんじゃないでしょうか。うん、まあちょっとメイヤカでね、ぜひ1回ビッグアーミーじゃなくてビッグブラック9やって刻んでね、どんぐらい稼げるかやりたいと思います。まあ300×ミストシャドウ使った方がね本当はいいので、あれ使えば300いけんじゃないか。300×何発って感じだよね。20発打てれば6000ワイポイントゲットできるみたいな感じ。いやでももっといくかもしれないね、もしかしたらね。こっちじゃねえわ。ということで無課金攻略、はい、2体目のミストシャドウゲットです。 Z ランクはでもね、あれが困るよね。 Y ポイントが必要なんだよね、レベル上げるのにね。それがちょっとしんどいかなって感じですが、ミストシャドウゲットしましたと。はい、という感じで元気ドリンク4個残りました。ちょうどね、バイモラエルもこれにてさよならという感じで、ガーシャね、今やってると思うんですが、まあ特攻3体いたら黒字化できるかな。特攻2体でも黒字化、特攻1体でも黒字化できるんじゃないのかなと。花子さん使ったりしてやれば黒字化できるのかなと。かつね、うん、まあこう攻略しながらこの前回のガシャ分を取り戻せるので、まあまあいいんじゃないですかね。ということで、一応サブアカを使った無課金攻略、3カウント使ったね無課金攻略2つ目ね完成しましたので、これがね正直ワイルドボーイより強ければいいのになって感じだけど、はい、一応無事、ゲットできました、ね、最後ね3番目のアカウントやっていきたいと思います。バイもらえるコインね、バイ今使えるのがいいんじゃないかなと思います。倍もらえるわいね。はい、じゃあすいません、今回はこんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、またお会いしましょう。さよなら、バイバイ。